釣りハードモードの皆様、こんにちは。いつも動画をご視聴いただきましてありがとうございます。今回はですね、太い針すでも結べるね、南方ハエナー結び、これをね、何種類かやっていきたいと思います。順目の、ね、結びと、外掛け結び、内側結びをね、反転させた結び方、あとね、簡単結びやってみましょう。まずね、通常の南方ハエナー結びから、針の向こう側にね、針巣を持ってきて、はじめね、外掛け結びと同じです。すべてのものの向こう側から先糸を持ってきて、そのままね、4回巻きつけます。1、2、3、4回から5回巻きつけていただいて、ここでね、しっかりつぼめてね、押さえましょう。カッと、でそのままね、ギュッとこう反転させていただいて、針を、先糸を輪っかの中に入れてやります。ちょっと入れてやって、で、輪っかをね、ちょっと広げてやりましょう。どっちかね、引っ張ると、輪っか大きくなってきますか、こういうふうにね、ギュッと。で、大きくなってったら、このね、動かない方のね、回してきた糸、これのね、一番末端ですね。この糸をね、ぐる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 巻いていきます。これをね、これを、針巣と針先をね、一緒に、1、輪っかの中に入れる感じで、3、4回入れたら、これでね、先糸をキュッと軽く引っ張って、本線をギューッと引っ張っていきましょう。ゆっくりで結構です。その時、軽く濡らしましょうね。椿で。ふっと。まだ仮止めですからね。この状態では。この状態で、ちょっと引っ張りながら形を、ね、整えてやります。ギュッと。で、針巣がね、外側に来てるんで、この時点で、ね、内側に向けてあげましょう。内側にね、まあ、1、2ミリ叩きの下で巻いてあげて、あとはね、針巣同士を引っ張ります。ギュッと引っ張って、で本線と線をギュッと引っ張って、で最後に針を持ってギュッと本線を引っ張ってやります。余ったラインはカット。これだとね、巻いてる糸とね、この余り糸の方がね、一緒の方向で巻かれてるんでね、綺麗に仕上がります。南方ハエナー結びの完成ですね。これが一つ目のパターンでね、一回片してね、もう一個やっていきましょう。一回切りますね。次はね、2つ目のパターン。2つ目のパターンはね、内掛け本結びを、逆巻きしていきますから、まずね、先ほどと同じ外掛け結びで結びます。1、2、3、4回結んだら、輪っかをね、広げてやります。指入れなくちゃいけないね。この先糸を輪っかの中に入れて、しっかり持ってます。ここね、しっかり持ったまま。
ゃあそのままね、これを巻き込んでいきます。こういう内掛け本結びでね、4回も巻けばよろしいでしょう。こういうね、そのままねギューッと引っ張っていきます。本線お見せしておきますから、ギューッと引っ張って、ちょっと内側に仮止めの状態的にまず違う、こっちの方のね結び方はちょっとねここが複雑な形になりますけどね、ここのとこはね、で、南方ハイナー結びのより、丈夫に作られる方法、外掛け結びと内掛け本結びのね合体したような南方ハイナー結び、ちょっと紛らわしいですけどこういう形ね、で切ります。何かに引っ掛けて詰まりづらいですが、きっと大丈夫でしょう。この間がね、ちょっと空き気味になるのが気になりますね。この結び方はね、ちょっと複雑な感じになりますからね。まあよろしいでしょう。このね、輪っかの感じとか出し方とかね、ちょっと分かりづらいですよね。そうします。しっかりこう持ってあげて。この針の2倍ぐらいかな。持ってあげて、針だけにまず巻きます。
4、5回巻いていただいて、今5回巻きました。で上に持ってきていただいて、で先糸ね、この先糸ね、この輪っかの中に入れるんですが、指を入れてやってね、撚りを取って指を入れて、で入れてやればね、ちょっと分かりづらいですが外掛け結びができます。ここでそしたらこれをねまた巻いていきます。で内側引っ張って、ちょっと分かりづらいですけどね、ちょっと練習してみてください。仮止めの時に内側に持ってきてあげて、これの方がねスピードが速いですよね。スピードというかね、簡単に巻けるので、南方ハイナースピの完成です。